はい、お疲れ様です。さあやるか。パソコン使っての第2弾。今日はですね、こんなバカ上司が社員をダメにするか。これちょっとね、俺昨日っていうかね、まあ1日空けてじゃないかもしれんけど、これ上がっとる動画の第1弾ね。パソコン使ってちょっとここら辺がね、ちょっと切れとったもんでね、ちょっとしまったなと思ったんですけど、こんなバカ上司が社員をダメにするっていうかね、まあ育て方、社員の育て方っていうテーマになってんかな。まあちょっと何、釣り的なもんもあるんでちょっとあれですけど、まあね、結構これ大事なことでさ、まあ人を育てるのが得意なやつ不得意なやつっておると思うんですけど、まあ俺どっちかっていうと得意なんですよ。まあこういうの YouTube を見てくれててね、毎朝6時に上がってる動画なんか見てるとね、まあ結構仲いいじゃん、社員とね。だからまあ良くも悪くもまあ信頼関係でできてると思うんですけど、まあこんなやつがまずダメにするっていうのから、まあじゃあちょっと行こうか。こんなバカ上司が社員をダメにするって、ちょっと書き方きついけどダメ上司はこれだね。映ってるかな、これ。映らんといいよ、こっちも。だよな。まずそう叱れないやつ、とにかく褒めるやつ、やたらと喋りかけるやつ、仕事のやり方をやたらと教えたがるやつ。もうこれおるでしょ、叱れない。俺もこれ会社で本当よく言うんだわ。お前上司になったんだろって、まあ何らかのリーダーになったんだったら、やっぱ自分が嫌なことも言わなきゃいけないじゃん。なんかね、まあそれは俺だって言いたくないよね。嫌われたくないもんね、人に。だけど、まあ、言わなきゃいけない時ってあると思うんですけど、まあこういうのできない人って結構多いな。で、あと、まあなんか褒めろみたいな。これたまたまこれだね、ちょっとお客さんっていうか、まあ知り合いの方と喋ってる時に、まあこんな話聞いて、まあ、褒めなさいみたいな。でも何でもかんでも褒めるのおかしいですよねって、まあその人も言っとったんだけど、まあ本当にその通りで、なんか褒めて育てなあかんって言うから、なんかバカみたいに褒めるやつっておるでしょ。なんか何でもかんでも褒めちゃう。まあ、そこを褒めるんかいみたいな。別にそんなとこ褒めんでもいいよ。まあ、例えばあるよね。ああ、今日頑張ってんねとか、頑張ってもないやつにさ、それなんか別に褒めてんじゃなくてごますってんだろみたいなところもあると思うんですけど、まあ職人さんとか今聞いてるんで、ああそういう先輩おるわとかない、これ叱れないやつ、あこいつもう絶対叱れないんだなとか。え、俺これの上司がバカダメ上司って書いてあるけど、上司だからダメであって、怒れない人がダメ、褒めちぎる人がダメっていうわけじゃない。で、俺が思ってる、まあ経営論っていうわけではないんですけど、よく言うのは、じゃあリーダーになりたいって言うなって言うんだよね。リーダーになりたい、でも怒りたくない、いやもう僕は仲良くやってたい、いやいや注意なんかしたくない、じゃあなんでリーダーになったのって。だったら別にね、一線で戦う、仕事する舞台でいいじゃんって、それが楽しいんでしょって、みんなと和気あいあいやるのが好きならそれでいいでしょって。でもリーダーになるってことはある程度ね、まあ、中間管理職っていう言葉あんまり好きじゃないんですけど、ね、組織をいい方向に持ってかなかわけじゃん、まあ、戦争で例えると戦って勝たなかったわけでしょ、軍隊が。だけど、ね、敵地に乗り込んでさ、ババババーンって打ち合いしてんのにさ、いやいいよいいよいいよって言って。打たなくていいよとか言って、逃げちゃっていいよとか言ってたらさ、他のチームにも迷惑かかるじゃん。まあうちで言ったら何チームかあるんですけど、まあ現場も一つもそうだよね。足場チーム、塗装チーム、シーリングチームで、営業は何チームかに分かれ、事務チームって分かれてくるんですけど、一つが決壊したらもう全て決壊しちゃうじゃんね。だからそういう意味でね、それが悪い人って言ってるわけじゃないからね。でやたらと喋りかけるやつ、まあこれも難しいけど、まああんまり俺尺が長くなるとあれだね、ね、河合くん怒られちゃうんでね、河合くん。やたらと喋りかけるやつっていうのは、だってまあ何ちゅうんかな、まあ本当になんかまあしょうもないことをずっとやたらと喋る、コミュニケーション取らなあかんって言うからさ、あ今日も可愛いねとか、まあ俺結構そういうこと言っちゃうかもしれんけど、俺もよう喋る方なんですけど、何でもかんでももうなんか喋りかける、ちょっとこれ出てくるんだけど次に、ああこれ次じゃないな、今度だな、まあこれちょっと次のステップなんだけど、まあこれいっちゃおうか。じゃあ
自分を強く見せたがるとか自分のメリットばっかり考えてるやつとか綺麗事ばっかり言うやつ、うん、で結局さ、まあ何って言うとちょっとごめんね、俺資料どうだったか忘れちゃったな、次の内容が。まあ自分のことを考えてるっていうのが大きいんだよな、俺この書いてんのに。で仕事のね、あ仕事のやり方、これだけちょっといこう、これ重要な4つだね。やたらと教えたがるやつ、まあ、これもそう、本当もう手取り足取り教えるっていうのも結局ね、なんか俺は自分のこと考えてるんでしょって、これもね、強く見せたいとかメリットばっかり考えてる、うん、なんかまあ最近そういうことでちょっと怒る機会があったんで、それってお前自分のこと考えてんだろうって、うん、まあ本人は気づいてないにしろ気づいてるにしろ、うん、まあじゃないのかって、うん、いう話なんですけど、ちょっと次のページ行こうか。あダメ上司、無関係がないのに、あ信頼関係がないのにね、っても同じ、好きになることを強要する、できなくて当たり前を理解しない、部下が自分のためにいると思っている、だってそうそう本当にまさに、まあ、ここで話さなかったな、結局何自分のこと考えてるっていうかさ、なんか人のこと考えてるとかさ、だって俺が思うのは上司ってやっぱ数字出さんと俺に怒られるとかさ、まあ会社中間会社現場でもそうだよね、自分の思う通りに動かしたがるじゃん人間って、本当になんか自分のなんかね、こうやって足場組んでいきたい、こうやって塗装していきたいと思ったらこうやってやれみたいなね、で営業でもそうだよね、こうやってやったらいいんだってみたいな、いやいやこういうふうにやってこういうふうにやるんだよと、言い方はどうでもいいよ、こういうふうにやってこういうふうにやってこういうふうにやれよって、お客さんのところにはこうやっていいなとか、なんちゅうんかな、もしまあ ね、これ YouTube って結構若い子が見るからあれですけど、自分がじゃあ子供できたらどうやって育てたいかなって思うとさ、そんな風に育てるかなってね、まあ子供がね見ながら成長するのを、まあ、トークで見てると思うんだよね、転んでもすぐ手で差し伸べすとかじゃなくて起き上がるのを待ってるとかさ、ね、まあ例えばテレビゲームでも勉強でもそうだけど、まあ、何でもいつでも何かあったら聞いてこいよみたいな、だけどまあトークから見てあげるっちゅうんかな、うん、まあいかんな、これ次のステップの話もあんまりしちゃったらあかんなんですけど、まあまあ、うん、でも本当にこれってありがちだよね、好きなことを、好きになることを共有すると、あ、まあこれよおるわ本当におるわ、なんでお前俺のこと好きじゃねえんだとか、なんでお前ら俺の悪口陰で言っとんだとかって、もうこれだよね、うん、できなくて当たり前を理解しない、もうこれもそれ、なんでこんなことできんのお前って、まあ俺も言いがちなんだけどまあ俺もだよ100点じゃない、もちろん、うん、俺言っちゃう時もあるけど、部下が自分のためにいると思ってる。でこれはね本当にこれ衝撃的な言葉があったんだけど、それはまあ部下の子から聞いたんだけど、まあそのまあリーダーが辞めた時にね、まあ営業だけど、営業でまあその子が辞めて、うん、まあ辞める前だったかな、たまたまそういう話聞いたのが、結局俺の出世を邪魔するなって言ったんだって。俺もそれ衝撃が走ったね。だって経営者として俺も未熟だったなって言った時、もう5、6年前の話ですけど、うん、お前らがいい結果出さんと俺が出世できんだよって、あそうやって思ってんだと思ったの。俺よく会社で言うのはさ、その上司じゃん、上司って部下は上司のためにいないか、上司がそのリーダーが店長がその部下のためにおるわけよ。で俺は究極にはみんなのためにおるわけよ。で確かにみんなが成功したら俺ってね、お金が入ってきたりいろんなメリットってあると思うんですけど、その子たちが成功するために俺は仕事してんだよね。まあ YouTube でもそうだよね、営業の営業射撃にもなるし、このね求人広告がうまくいくだとかいろんなことが効果があると思うんですけど、で現場行ってもそうだよね、なんか「ちょお前らなんでこんなことできるんだ」じゃなくって、なんかあった時のために俺が動いてあげるために社長業やって現場に出てないわけじゃん。普段現場に出て足場を俺が組んでたらさ、何かあった時に動けんわけでしょ。営業がクレーム出て店長が行ってもう収まらん、お前上のもん出せって言ってマネージャーが言って、お前みたいな話になろうわってさ言われてさテレバーの社長出せとか言って、もうあるんですよ何回か。まあそう簡単にはいかんけど、まあこれお客様も聞いとるんであれですけど、まあ、俺が行くことが別に行くのいいんだよ。別に俺クレーム今まで何十件もやってきたから分かるしね、相手の気持ちも分かるし腹立っとる気持ちも分かるんだわ。
だから別に言い込めるために行くわけじゃなくて、ちゃんと話をね聞きに行くために行くんだけど、それも練習させないとやっぱできないから、いつまでたってもそんなこと俺がやっとったら、それはね会社の規模が大きくなってきたらできないじゃん。だから俺は行かないよって、お前ら行ってこいって言うんだけど、まあ何かあったらいいよって、別に俺はケツ拭いてあるでって言って言うのが、なんかまあよく親分とか言うけど、親分の仕事でしょって、まあよく会社で言うんですけど、リーダーの仕事って、まあ、そいつらのためにおるっていうかさ、うん、リーダーのために従おったらそんなつまんないことはないと思うけどな、俺会社、うん、ちょっと喋りすぎたなペースを間違えた、うん、で社員のじゃあ育て方、まあこれ一つ、まあ今日一つ、まあいろいろあると思うんですけど、いやそうじゃねえああじゃねえっていうのあると思うんですけど、まあ俺は今日一つ挙げるのは、とにかく話を聞く、うん、俺映ってるかな、まあ、ちょっと映りたいな画面にとにかく話を聞くって、まあ、何って一つ挙げて、なんちゅうかな、うまくいってない人って話を聞いてない。まあ今日たまたまいろんな人と話す機会もあったんですけど、ちょっと話はいいじゃんとかさ、まあ、ちょっと話したら相手全然考えてること違ったとかさ、だからなんかすぐ教えたかって、ああだよこうだよってやつって、いやまず話聞けって、ってそんなこと悩んでねえかもしれんし、そのこと教えてほしいとも思ってないし、営業でもそうなんだよね。やっぱお客様にベラベラ俺喋ってんだけど、 YouTube は完全にスピーキングじゃん、だって誰もいないからね、こっちにも誰もいないし、ただ YouTube も究極には聞くっていう意味では、視聴回数とか見て、じゃあ喋り方変えてみようとか、こういうね画面でしてみようとか、なんか自己中心的、まあ、このうちの YouTube 見てくれてるかもしれんで、あんまり言いたくないけど、まあ、昨日さ、会社たまたまインターシップってあって、まあ、新卒とか今度入る、今度新卒採用の子でね、まあ、その子たち見てたらちょっと恥ずかしいんだけど、男の子が一人だけおったんだけど、こいつダメだなってちょっと思ったんだわ、マジで。聞いてたらごめんね。だけど なんちゅうんかな、まあ、最初はちょいいかなって、ハキハキしてるしいいかなと思ったら、人の話が聞けないんだよね、本当に。ああそうですよね、こうっすよね、こうっすよねとか、うん、だからうちの従業員でもよくあるのは、本当にいや僕はこうです、ああです、でもお前こうしてみたらとか、人の話を聞くと、そのなんちゅうかな、人の言うことをみんな真に受けて全部やるっていうのは全然違うよ。俺も人の話は聞く、飲み込んで噛み砕いて自分の中で一回ちょっと処理しちゃるんだけど、うん、だけど、あ、俺はそういう言い方じゃないなとか、俺はそういうの嫌だなと思ったら、もうはっきりしてんだけど、俺は嫌われる勇気とか、そんな言葉もあると思うんですけど、まあいいわって、俺はこれやって、だって YouTube なんか本当にまさにもう大反対受けたからね、うん、だけどまあ俺はじゃあなんで反対してんのって言ったら、なんか、うん、ただお化けと戦ってるっていうか、見えない敵と戦ってるだけの意見だったな、いやそれってやってみてわからんじゃんっていうことなんて、もう別に俺は新人から、じゃあやってた、じゃあそうだったらやめやいいよね別にって、だからじゃあ一回やってみるわみたいな感じで、俺はまあ YouTube もやり始めて、もう本当に衝撃を食らうほど反対されたから、まあ、だからこれ動画見てね、経営者の人見とって、ああ俺も反対されてんな、社員からも反対されてんなと思うなら、やった方がいい。で最初は社員も反対してても、職人も本当に反対してたから、恥ずかしいから、で慣れてきたらもう今出たい出たいっていう子も結構いるからね、出たい出たいじゃないけど、協力的な子たちもいるし、だからなんちゅうかな、自分の子供に対してさ聞きに行くでしょ話なんて、やーしろこうしろって、まあ、言う親もおると思うんだけど、まあ、子供の育て方も社員の育て方も同じだと思うんだけど、まず聞いたる、でも口ガッて出るんだ本当俺も、まあ、そんなこともグワーって出るんだけど、めって飲み込んで、ああそうかそうか、でも俺は結構こうやって喋る方だから、まあ、よくさ、なんかマネジメントの本とか読むと、なんだか3対7とか4対6とかで俺の方が少ないのがベストって言われてるんだけど、俺どっちかっていうと7、3回8人ぐらい喋ってるんだけど、喋ってるって言ってもスピーカーじゃないな、なんか聞いてる、こういうのはどうなのお前とか、あどういうことどういうこと、こういうことはどうなのとか、うん、あそれってこういうことって、お前仕事したくないってどういうことって、仕事したくないっていうのは何、もう明日から会社に来たくないことなのか何なのかどうなのかとか、まあ、これ社員聞いてて、いや社長ひたすら喋ってっしょっていう意見もあるかもしれないんですけど、だけどね、まずは俺本当にさ、あこれ次のページあったかな、 あったあった、
いいのがあった、うん、もうごめんごめん、またもう河合くんに本当怒られちゃう。14分だ、うん、なんでつまずいてるかなんて聞かないと分かんないし、話を聞いてほしいだけでやり方なんか聞いてないとか、ああもうこれ全部喋っちゃったね、これやり方時代立場が違う、できないやつは何を言ってもできない、ああそうそうそう、自分の若い時とは全てが変わってる、若いやつの方が情報を持ってる、まあこの辺だけ喋ろうか、まあこの辺ちょっと喋ったもんね。俺一つ思うのはさ、今の子って携帯とかもすごいからさ、なんちゅうもうこうやってやれって言っても、例えば YouTube 見てもっとすげえ職人のやり方とか見てたら、いやもうそんなやり方よりこういうやり方の方が多分いいんでしょ、ただできないだけっていう人はなんかもう本当に若い子って、それはもう100回200回1000回1万回ってやんないとできないでしょ。だからできないだけで、なんちゅうかな、例えば聞いた時にさ、もっとやり方がいいこととかさ、もうネットで調べたらもっと分かることとかさあってさ、俺らより情報に浸ってんだよね本当に若い子って。でなんかそれこそ悟り世代とかさ、あの今の子は生意気、あそうっすねとかさ、だけど俺らの時代っていうのは本当にもうそこの会社に入ったらそこしか知らないから、辞めたら明日どうなるかすら分かんないじゃん、連れからの情報ぐらいしかないじゃん、俺の会社は給料こんだけもらえるよとか、先輩こういうだよとか。でも今の子はネットでさ、まあ、今のうちの塗り替え道場見てんのもそうだよね、あこんな会社もあるんだって羨ましいとか書いてくれてるけど、まあね、うちの YouTuber はいいとこしか映ってないかもしれないけど、だけどね、若い子たちって本当に情報を俺らより持ってるから、それなのになんかもう口封じみたいな感じで、いやこうせああせバカ野郎ってやっとったって、あの言ってくれない、本当に言ってくれない、何この人みたいな。で俺どっちかっていうとさ、こういうの好きでいろんなことみんなと喋るんだけど、あの見てて思うけど、まあいろんなね、まあリーダーってそのじゃあ役職だけじゃないでしょ、10人おってリーダーが1人で9人部下じゃないでしょ、別にその9人の中にも序列があるわけじゃん。で見てるとやっぱ、うん、頭ごなしに言ってるやつとか、やっぱりあの人から信頼を受けない子って、やっぱなんちゅうの、最初のその何、人の話が聞けないだとかさ、うん、こういうことやってる子って多いよね、話を聞いてほしいだけでやり方なんか聞いてない、もう言っちゃってるとか、でその子にもう相談しない、もうだって頭ごなしに、いやこれってどうしたら、これ結構難しいっすよね先輩とか言うと、いやこれこうやってこうやってこうやってやれいいんだってとか言って、もうこれかしみみたいな感じパパーってやっちゃうみたいな、うん、でそうするとああもうあの人はこうやってやられるから、あの人に相談するのやめようって、否定されるからやめようって、でそうなんか簡単に否定っていうのはもうスピーキングでしょ、だってもうああじゃんこうじゃんお前言ってることこうだろうだろうって、だけどえなんでそうやって思ったのお前って、えでもどななんで、ね、これどうやってやればいいんですかなって、お前はじゃあどうやってやったらいいと思うのとか、うん、ではこういうやり方はどう思うって、俺だったら分かんない、パッと思ったら、まあ、例えば絶対こういうやり方の方がいいなと思っても、いやこうやってやったらええやんけって、まあまあ現場が忙しい時とか、まあ、なる時あるけど、うん、だけどじゃあこういうやり方はお前どう思うって、でやっぱねそのダメ社員もあるもんね、いやそんなやり方いいと思いませんとか言ってやっぱ言う子もおるし、じゃあいっぺんやってみたらって、とりあえずって、でもそれでうまくいってねえんだろって、じゃあこうやってやってみたらって言ってやる子もおれば、いやどの、まあ、理解してない、自分が理解してないから納得できないなみたいな、でもそれ納得できないから、いやなんで先輩こうやって考えたんですかってスピーキングができるやつだって、あの部下を育てるっていうのもあるけど、やっぱり伸びるやつってのは質問が得意、俺本当にそう思う、社長これってどういう風なんですか、なんですかって、こうやってやっていいんですかって、これってやっていいんですか、ダメなんですか、今こういう壁にぶつかってるんですけど、お金使ってもいいですか、使っちゃダメですかとか聞ける子はだって伸びるよね。で、なんちゅうかな、伸びないやつってなんか書いてあるね、あのできないやつは何やってもできないって、でこれってさ冷たい書き方かもしれんけど、できない子にできようできよう、もっと伸びてこい伸びてこいってやってる方が下も辛いよね、うん、だってできない子供に対してさ、子供にね、俺はオリンピック選手なんだからお前もオリンピック選手になれって言ってさ、もうやってたってかわいそうだよね、その子の夢があるんだもんね。でね、なんかそこを履き違えて、だって俺はもう全員がリーダーになってほしいとも別に思ってないし、うん、20年おっても例えば俺はあの現場で動くのが得意な子もおれば、人を育てるのが得意な子もおれば、いろんな立場があるしさ、まだあといろんなやつおるじゃん、もう同じ立場だけど明るくてみんなの雰囲気作るのが得意な人もおれば、ね、
ね、あと多分まあまあいろんなまあちょっとね出てこんかったけど長いしもうちょっとやめようか。うん、まあ一つってあげや本当にもう人の話聞くだよね。まあそれもあの子育てでも何にも関係してくると思うんだけど、もう女でもそうじゃない。人なんか相手の話聞かんかったらなんだこの男とか思うでしょ。うん、だから、うん、まあ相手の話聞く、うん、まあそれ俺は一番大事だと思う。まあ他にも、もう私僕はこれが大事だと思いますっていうのがあれば聞きたいけどね。うん、まあ俺はそうやって思ってるかな。まずね、あの第一に挙げるとしたら、はい、あのちょっとパソコンバージョン第2弾どうでしたでしょうか。本当にあのちょっと反応がなさすぎてかあの再生回数が回らなすぎてちょっとマジで悲しいんで、あのいいねとあのチャンネル登録お願いします。また見てねー。